人生前に進めていますか？ Hey guys! アマリサの皆さん、こんにちは。知識レビューしている勉強マニアの七瀬です。私は主に自己啓発やビジネスなど人生が変わる、成長できるような知識を発信しています。そうするとですね、こんな質問が多いです。私もやってるんですが、なかなか人生変わりません。頭では分かっていてもその通りにならないんです。昔から全然自分を変えれてないと思いますと、表現は違えど、そのような悩みは多くの人が抱えているのではと思います。今日はそんな方に向けて、ちょっとでも前に進めるように自己啓発やビジネス本100冊以上読んだ知識と私の実体験を踏まえて解説していきます。前に進むためにやめるべきことが5つあります。結局どれだけ頑張っていても、これらのことをやっていたら重りのように自分の成長を引っ張ってしまって、なかなか前に進めないんですね。皆さん、重いタイヤを紐で体に縛り付けて前に進んでいると思ってみてください。前に進めたとしてもやっとのこと、大変ですよね。しかしその紐をプツンとハサミで切ってみます。そうするとどうでしょうか。嘘のように軽々と前に進めますよね。今日はそんな風に皆さんを縛りつけている重りがないか、タイヤがないかを一緒にこの数十分で確認していきましょう。一つでもあればだいぶ変わってくると思います。では早速、一つ目の重りが、他人に振り回されることです。これは他人の意見や考え、アドバイス、口出し、全てに影響を受けすぎてしまうっていう場合ですね。もちろんいい影響もあって、自分を変えてくれる人とかもね、いると思います。しかし例えば、転職しようと思って同僚に話をしたら、うちらの年だとなかなか難しいと思うと止められて、ああそうだなと思ったとかね、挙げられます。誰しも少なからず小さい頃は両親や先生の意見に従って生きてきて、学校という共同コミュニティで生きてきたので、他人に合わせることをしてきたと思います。私も、女子あるあるなんですけど、友達がトイレに行くと言ったら一緒に行くみたいな。しかしいろんな過去の成功者や自己啓発本などを読むと、自分の意思をしっかり持ったり、人に合わせない人の方が世の中を変えていっています。中には反対される人もいますよね。基本的に過去の歴史は、失敗したら反逆者と見られ、成功すれば革命者と称えられるということも聞いたことがあります。今でも親がこういう仕事につけと期待しているとか、結婚しろと言ってくるとか、親の幸せな顔を見たいから自分の人生を決めてしまうっていうケースもね、よく聞きますよね。もちろん親だけでなく、上司や友達とかもそうです。しかし他人に振り回されるのをやめたら人生マジで変わります。他人からの期待じゃなく、自分からの期待に応えてみてください。私なんか心理学のテストとかしても、もう協調性ゼロみたいになってるんですけど、自分の頭で考えて自分らしさ全開で突っ走っていきます。そういう選択をしてから、結果にですね、自分の責任が伴ってくるんですよ。なので人生生きていくことに本気になれました。きっかけは大学生ぐらいですかね。実家を出て祖母と暮らすようになって、自分でご飯とか買い物をするようになりました。大学の専攻も1年生の時に仲良しだったグループが12人だったんですけど、みんなと私だけ違うコースを選びました。一人になってでも学びたいものがあったからです。そして23歳の時にアメリカに一人で行って、よりそれが確立されていきました。日本だと気が強いとか自我が強いと、よく思われないことを幾度となく言われますが、海外だと自分を持っていないと人生やられっぱなしになりますし、生きていけないレベルです。自分の意見を言った方が賢いと思われる、逆に自分の意見貫かないと知能が低いと思われるということも聞いたことがあります。これは最近行ったカフェで、オーストラリアからの帰国子女っぽい女の子2人組も話しているのを聞いたので、おそらくアメリカだけじゃなさそうです。他人の意見に振り回される人、もちろん日本でもたまに見かけますが、たまにというか実質8割ぐらいいると思うんですけど、昔の私のように権力とか立場が強い人にいいように使われています。もちろん人当たりは良くて、人気があったりとか人脈多かったり、友達も多いかもしれないんですけど、大抵人の成功のために協力をして、自分の成功の道からは外れていってしまうんですね。私もそうでした。自分にとってもいい話かなと思って、他の人のアドバイスとか提案に乗っていたら、なんか自分の道と違う、そういうね、違和感がどんどん募っていって、いくら自分なりに頑張っても、その頑張りは誰かのために一番になってしまうという、自分にとって一番の選択肢じゃないという、そういう違和感があったら、きっとあなたは今他人に振り回されています。まずは一刻も早くそれをやめて、自分のためにを考えてみてください。そして2番目にやめるべきことは、過去の失敗を引きずることです。
これは男性も女性も気づかないうちにやりがちです。例えば過去に自分はこんな不幸なことがあった、こんな辛いことがあった、こんな失敗をした、そういう話をする人は要注意です。考えてみると結構ありますよね、まあ、過去に恋人に浮気をされたとか、過去に親からこんなひどい扱いを受けたとか。私もそういう話をされるとつい同情してしまい気を許してしまいがちですが、そういう人は自分の中でそのトラウマを乗り越えることができていません。その影響が今に少なからず出てしまいます。そういう人と付き合っていくと起こりがちなのが、何か問題が起きた時に自分は過去がこうだったから仕方ないんだというふうに言い訳になっていくんです。本当によくあると思います。過去の失敗はあって当然ですし話していいんですけど、こういう形で終わるようにしていきましょう。過去にこんなひどいことがあった、でも結局そこから学べたし今乗り越えてこう幸せだからよかった。そんな風にネガティブを放置しないでその体験をプラスに変えているかどうか、ここが重要です。私もたまに自分の失敗とか嫌なことの原因を過去に追求しがちなんですけど、そうすると自分の今とかこれからに影響してしまいます。過去の失敗はそこから学んだことはないか、それを考えることでその重りの紐は切れるはずです。自分自身でそこに意味を見出すという作業をぜひやってみてください。続いて3番目の重りです。解き放つべき、やめるべきことは何もせず漠然と過ごすこと。皆さん今の目標ありますか？今月の目標、今日の目標、今スラスラっと言えて、そのために今日何をしたかが言えたら大丈夫です。しかしそうじゃない場合、もし言えなかった場合ですね、この重りが皆さんが前に進むことを妨げていると思うので今から外していきましょう。まず今とにかく何もせず漠然と過ごすということは超もったいないんですね。そもそも目標がない、目的がないという場合は何でもいいので見つけてください。例えばその目標がないこと自体を目標にしてもいいんですね。自分が何をやりたいか分かりません、今何をすべきか見つからなくてというケース、皆さん試しに好きな食べ物をあげてみてください。ピザ、焼肉、それ食べたことありますよね。誰も食べたことないものを好きな食べ物にはあげないはずです。ということは好きなこととかやりたいこと、目標がもし見つからないよっていう人は、単純に今まで自分が経験してきたことの中にそういったものがないということなんですね。なので例えば月に1回テーマを変えて何か新しい習い事を毎月してみるとか、新しい場所に行くとか、体験してみるとか、何でもいいのでそういう経験を増やすことをまずは目標にしてみてください。そして好きなこととかやりたいこと、目標はあるけどでも具体的に何をしたらいいか分かんないし漠然としすぎて困っているよと、今の会社の仕事とか家事で手一杯でそんな余裕もなく過ぎているという場合、こういう方も多いと思います。私も何をしたらいいか分からないことよくありました。そこで本を読みました。しかしそれでも例えばハリウッドで女優になりたいと思ってても、それを日本でね無名な人が達成したことっていうのはあまりなかったので分からなかったんですね。なので本ではなく、まあ、ネットで調べたらそういう方一人だけにいたのを知ったんですけど、まあ、そうやってね自分でもいろいろ調べてとりあえず試してみるんです。アメリカの演技学校にまずは私も行ってみました。そしたら自分には英語力がないことと、アメリカでも女優のキャリアがないということに気がついたんですね。そして次に渡米した時に語学の勉強を中心にしたりとか、その次はエキストレでもいいからとにかく履歴書を埋めれるようにたくさんの作品に参加するとかね、そういう風に可能性がありそうなことひたすら目標にしてトライをしていくんです。だから漠然としている暇なんてないんですよ。目標が決まったら今日はそのために何をしたか、1日1回は取りかけてこれをしたと言えるものがあるように心がけるようにしていきました。その時私当時会社で働いていました。仕事が終わってからみんなね飲み会に行ったりとかしていました。でも私はこれからがスタートなんです。自分の1日が家に帰ってきて、まあ、というのか帰宅中にですね電車の中で YouTube のサムネイルを作ったり編集をしたりしました。 SNS のフォロワーを集めることが私の本来の夢である知名度とか影響力が得られることにつながる、そしたらアメリカで女優にならなくても私の人生の目標が叶えられると、そう思ったら他の人たちのようにのんびりしてる暇ないんですね。その時どうやって切り替えたかというと、ハリウッド女優が居酒屋行って会社の愚痴言ってる暇あるだろうかっていうのを考えたんです。私がなりたい影響力がある人物は今何をやっているのだろうか、そう考えると試してみたいことだらけです。それは今も変わらず続いていて、この本を読めば人生もっと充実できる知識があるかもしれないと、一冊でも多く本を読みたいし、この動画で YouTube が大バズりするかもしれないと思うと一本でも多く動画を出したいと思います。何もせずぼーっと漠然としたり、自分にとって有益でないテレビを見たりしている時間があれば一つでも球を投げて可能性を追求したいっていう風になっているんですね。もしかしたら今日の行動が自分の人生を大きく変えるかもしれない、それぐらいに思ってて大丈夫です。とにかく漠然と何も考えずに過ごす一日っていうのはもうありえないくらいになっていくと思います。ぜひね私の他の動画も見てもらうと、そういったところにトライできる勇気とか、計画が立てれると思うのでチャンネル登録ぜひしていってください。そして自己啓発もですね、目標とか目的を持って生きることの大切さっていうのは大抵どの本にも書かれています。目的地を決めずに電車に乗り込むのと同じです。予定を立てて目的地を明確にした
ならそこから初めて前に進めるし、自分のエネルギーをどこにかければいいかも分かります。1日でも早く成功したいと思うので、1日でも早く幸せになりたいと思うので、1日も無駄にしたくない、それだけです。これは私だけじゃなく誰にでも、皆さんの1日もそうです。皆さんのその1日で大きく人生変えれる可能性っていうのは大いにあるんですね。無駄に過ごすよりもぜひ充実させてみませんか。そして4つ目が問題から逃げることです。これも多いですよね。意外と皆さん自分で何が問題かは分かってるんですよ。こんな会社で働きたくない、こんな人と付き合いたくない、でも会社を辞めれない、その人と別れることができない、これは先ほどの漠然と生きている人ほど多いです。ただただ愚痴や文句を言って、でも問題から逃げているため、今日一日その問題を解決するためのことを何もしていない状態。会社が嫌だったら今日一日転職活動すればいい、転職が難しいんだったら資格でも取ればいい、または簡単なところから就職して経歴を作っていけばいい。しかしそれが面倒くさいんです。そうやって問題から逃げると、どんどんその問題は大きくなっていってしまいます。問題から逃げたところでその問題が消えるわけではないからです。今何か不満なことがあったら、それはどうすれば解決するのかを考えてみてください。問題から逃げないようにしてみてください。問題を解決するには、教養だったり、人脈だったり、行動力や責任も必要です。簡単には解決できませんが、その過程で成長でき、それこそが生きているということだと私は思います。愚痴を愚痴として捉えるのではなく、人生の課題としてゲームのようにクリアしていくことについて本気になってみてください。自分の人生なんで、まず自分の人生に本気になってください。そして最後の5つ目は、身の回りの幸せを見過ごすことです。これも多いですね。いくら自己啓発とか引き寄せやってても、今の幸せに気づけない人は一生何をやっても幸せにはなりません。そして幸せの定義は人それぞれなので、自分で身の回りの幸せに気がつくことが大切です。にもかかわらず身の回りの幸せを見過ごしていると、きっといくつになっても何をしても幸せになれません。今たとえ最悪な状況であっても、幸せは自分で作り出すことができるはずなんですね。道端に咲いてる小さな花に気がつける人でありたいと私も思っています。ただ普段せわしく生きていたり、人と比べたりしていると、自分の身の回りにある幸せを本当に見過ごしちゃうんですよね。一日のうち何かしらは幸せを感じることっていうのは作れるはずです。そこを探す気持ちとか幸せを感じる心がないと、きっとどれだけ成功しても周りから見て不自由なく見えても自分の人生は変わりません。ぜひ幸せを感じるという時間をとってでもいいので、皆さんの周りの小さな幸せに気づいていってください。ということで、いかがでしたでしょうか。今日は5つの皆さんの前に進むことに対して重りになっているものを紹介しました。1、他人に振り回されること。2、過去の失敗を引きずること。3、何もせず漠然と過ごすこと。4、問題から逃げること。5、身の回りの幸せを見過ごすこと。以上5つについて、もっと詳しく知りたい方、学びたい方はぜひ概要欄から、おすすめの本とか私の他の動画も見ていってください。私のチャンネルではこのように今から学べる知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。おすすめの自己啓発本やビジネス本もたくさん紹介していってますので、今日の動画がいいと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。また概要欄には私が作ったユーデミの講座もありますので、よかったらそちらも覗いていってください。では皆さんの人生がより前に進めますように。 See you!